濡れた手で抜き差ししない。セクシーに惑わされてるよ。マリアがセクシーに惑わされてる。うん、本体の内面を洗う際は十分ご注意ください。間違ったことも教わってない。ようこそこちらの部屋へお邪魔します。ようこそ、はい、今とてもピンクの明かりで皆さん不思議に思ってるんじゃないでしょうか。どういうなんかちょっとアイドルチックな感じのこと。ピンクかわいい。ピンクはセクシーです。あ、ね、そんな回に7個だ。でもリーダーか古文でございます。弟子、今日何するか説明して差し上げて。本日はセクシー朗読会をいたします。あら素敵。予想外だ。封筒をこちらに用意しました。 ABC であります。こちらの中にはとある説明書が中に入っています。この説明書を私たちはとってもセクシーに読みます。なのでそのセクシーに惑わされずに、何の説明書なのかをマリアさんに当てていただく。はい。だけど封筒は全くセクシーじゃなくて、こちら茶封筒なの。会社であったやつですね。じゃあななこさん引いてもらえて、誰がいいですか？私 B 型だから B でいきましょう。じゃあみんなでしないと。あら、こちらよ。やだねもう。それでは行きます。本品は医薬品ではありません。医薬品じゃないんだ。メントールの清涼感。冷蔵庫で冷やしてからお使いいただきますと、より一層冷却効果が高まります。そう、わかる。メントールスースー系でしょ、なんか冷却でしょ、冷却効果わかるかな。あれやだ、セクシーにさ惑わされてるわ、そういうこと。私たちがあまりにセクシーだから入ってこないんだわ。ちょっと待って、湿布？他になんか素敵なセクシーな文章ありますか？じゃあもう2つあるので、透明フィルムを剥がし、ジェル面を冷やしたい部分に貼ってください。一番わかりやすいヒントを言ってしまいました。わかった。言っていい？はい。熱冷ましとみたいなやつ。正解は冷却シート。ございます。ちょっと違うわ。でも正解ね。おめでとう。やった。おめでとうございます。私たちもセクシーによく耐えたわ。あ、こちら。すごい。全然セクシーじゃない文章だ。でもすごくセクシーだったでしょ。惑わされたでしょ。惑わされた。ちょっとニコニコしちゃうわよね。じゃあ次。じゃあ A 天気やなの A で。A 天気やな。お願いします。はい、セクシースタート。濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。関連や。何？怪我の原因になります。関連してる人？喋ってる。本体の中や可動部に指などを入れない。怪我の原因になります。さあわかりましたか？待って、濡れた手で電源さっちゃいけない、指を入れちゃいけない、そんなこと言ってたっけ？そうだよ。あ、ほらセクシーに惑わされてる。マリアがセクシーに惑わされて、ちょっと待って、頭が働かなくなっちゃってる。私たちがあまりにセクシーだから今煩悩が何？何でもありえそうじゃない？わかりました。ヒントまだ分かってないじゃないですか皆さん。カーテンの近くや洗濯物の下で使用しない。本体の中に吸い込まれ、羽の破損や怪我の原因になります。よかった。じゃあ次も行きますわ。何それ。そんなの知らないかも。風よ。長時間体に当てない。健康を害することがあります。薬用、うん、薬用多めで。あれ洗濯機？洗濯機の下で使わない？何それ？あってあそこで使っちゃいけない。やられてるわ。もう入ってきてないもんね。私たちの色気に。なんて言ってたか忘れた。マリアのさ、耳元でさ、最後さ、言ってあげなよ。ヒント？うん。最終ヒント。風の流れを遮るような場所で使用しない。故障、発煙、発火の原因になります。どうだい？刺激的なの来たらこう。はい。当てていい？いいよ。サーキュレーター。正解は扇風機です。あ、扇風機。正解です。おしゃれに。おしゃれ。意外と警告読んでないでしょ皆さん。普通に使ってたから。分かったんじゃない？セクシーかつ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、話が入ってこないのよ全然。やっぱ惑わされてるのよ私たちに。過剰なセクシー。摂取してなかなかセクシー浴びることないからさ。今首しようとした？違う、くしゃみですよ。今びっくりした。こんなことないからさ。ごまかし方。隠してるかと思った。じゃあ七子さん引いてもらって。どうなんですか？7個にこんなセクシーな企画の D でお願いします。どうしようね。どうしようね。これは難しいかもしれないよ。吐息多めでいきたいと思います。いきますね。はい。本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。直射日光の当たる場所や急激な温度変化のある場所、高温、多湿やホコリの多いところでの使用は避けてください。ナイスセクシー。ギリ聞こえる程度。声量がね、マイク極端に吐息に振っちゃったから皆さんには聞こえている。はい。それだけじゃ全然わかんないの。家庭用なんだね。業務用じゃない。でも何のことかさっぱりわからない。本体の端または角に乗ると転倒する恐れがあります。必ず中央に。静かにお乗りください。乗れるものなんだ。予想外。予想外だった。そうですか。次読みます。はい。いてしまい。何それ。同じ場所に長時間接していると色移りの可能性があります。は？本体に人以外のものを乗せないでください。どう？マリア。え？色移り？確かに。何？確かにね。え、あれ？真ん中に座っていいんだっけ？立っていいんだっけ？また忘れてきた。セクシーじゃなくてさ、マリアがこのゲームに適してない可能性ある。何それ、知らないかもそのアイテム。じゃあ最後も読んでください。じゃあ正確に測定するために測定は。素足で行ってください。体重計とかじゃないよね。わかりましたか？キャンプ用の椅子とか思ったんだけど、家庭用でしょ。みんな、家にありますか？それは。ね、違うゲームになっちゃってる。違うゲームになっちゃってるよ。あ、じゃあ分かった。もう最初のでいきます。答えは体重計です。正解です。すごい。当たった。合ってます。こんなに色移りってわかんないですよね。私も初めて見ました。確かに。でもこれちょっと難しかった。難しかった。じゃあ最後はとびきりセクシーでいきたいと思います。究極のください。究極の。じゃあいきます。電子レンジのびっくりしてます。ちょっと割れちゃってますね。本当だ。電子レンジのご使用はあお避けください。話聞いてなかった。なんだ？なんか洗っていいって言ってたよね。だいぶ要約されちゃった。あ、それだけ覚えてた。確かにね。じゃあいきますね。ナイフやフォークって何？やスプーンなどを本体の中に入れたり、それらの保管用にして使用しないでください。うん、最後ですよ、これは。最後のヒント？うん。お願いします。傷がつくと、破損しやすくなりますので、ガラス同士、あるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。天才やん。やった、才能開花。弟子としてちゃんと身についてるね。完全にもう受け継がれました。一発目読んだのからの成長もすごい。うん、やった。ガラス同士ってだからガラス製品なのかな。もう一回セクシーに言ったらわかるんじゃない？ここの辺とか。本体の内面を洗う際は、内側から力を入れてひねり洗いすると破損して思わぬ怪我をすることがありますので十分ご注意ください。だってご注意くださいだからさその言い方なの。初期も気になってたからご注意くださいだから一番気合い入れてたもんね。絶対ダメなんだね。ご注意ください。ひねり洗いダメなのか。ひねり洗いが内側からのこういうのお酒入れるやつ、あ、チョコの相方とっくりみたいなやつ。ブブブブブブのセクシー。ブブじゃあまああわかっちゃった。マグカップ。あ、ここ正解。おめでとう。なんですかマグカップじゃなくて、詳しくはジョッキ。あ、ジョッキ。こちらはまりちゃんの生誕祭で作ったマリリジョッキの説明書になっております。さて、どうでしたかマリアさん。全然入ってこなかった。私たちがセクシーすぎたからよ。ご注意ください。一つ手に入れたのね。届きすぎてるのよ。すごい。でも楽しいでしょ。セクシー楽しかったですね。やってみると楽しいのよ。だからね、マリアもやるといいよ。読む側で呼びたいと思います。私も弟子します。だから3代目だからこの七子の弟弟弟子。よろしくお願いします。ということで、七子さんいかがでしたか？新しい才能の誕生を感じました。マリアさんいかがでしたか？2人のセクシーに圧倒されました。2人のセクシーに圧倒されました。まだまだね。